ね、カルビポンプとかはもう一切ついてないですから、アオロがないしのが出ない、はい、エンジンかかって開けた時に初めてこう吸い込むっていう感じになりますから、エンジンかける前は空気作りした方がいいです、ガソリン送る、でチョーク一応これなんですけど、はい、これ下に下ろすことによってチョーク効く状態になる、はい、あっちの方よりもこう空気吸い込むところを閉じる、はい、でこの状態でキック、はい、軽くやった方がいい、3、4回はやった方がいい、